松坂市立伊沢小学校は、三重県松阪市の市立小学校。1873年4月、伊沢学校が開校し、1876年1月には、新密寺を校舎として、中万学校も開校した。両校は、聖明学校として1883年8月に、統合した。その後1887年4月に、 聖明田尋常小学校に改称した後、1892年4月に、伊沢第二尋常小学校と神山第一尋常小学校へ分離した。一方、1873年4月に開校した、小学校、1874年4月に開校した、ごあそ園その学校、同年11月に開校した、あわそ学校は1883年9月に、統合し、 陽明学校となった。陽明学校は、東教場を小村に、西教場をご阿蘇うその村に置いていた。1887年4月に、西教場を廃止すると同時に、陽明人常小学校に改称、改唱。1892年4月に、伊沢第一人常小学校に改称した。また上田小路学校と下田小路学校は、1877年5月に、統合し、 多古寺学校となった。多古寺学校は1887年4月に多古寺小学館異授業所へ、1892年8月に神山第二尋上小学校に改称した。1898年4月、伊沢第一尋上小学校と伊沢第二尋上小学校が統合したのと同時に高等化を設置し、伊沢尋上高等小学校が開校した。この時、 小分校を設置している。1九百八年四月、神山第一尋常小学校と神山第二尋常小学校を統合した。九百十一年四月に実業補修学校を、九百二十六年七月に農業補修学校と青年訓練所を併設した。九百四十一年四月、国民学校令により、伊沢国民学校に改称。 1947年4月、伊沢村立伊沢小学校に改称した。1955年4月に伊沢村が松阪市に編入されたことで、松阪市立伊沢小学校に改称した。1965年3月、小分校を廃止した。2009年5月1日現在の児童数は210人。2016年5月1日現在の児童数は9。 学級178人、教員数は13人。公立の中学校へ進学する場合は、松阪市の隣にある、滝郡滝町の滝町松阪市学校組合立、滝中学校に進学する。ありがとうございます。